ロバート・モンゴ・メリーは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、映画プロデューサーである。1904年5月21日、アメリカのニューヨーク州ビーコンに生まれる。1929年、25歳の頃、MGM で、ジョン・エス・ロバートソン監督のグレタ・ガルボ主演映画、船出の朝にエキストラ出演する。1933年、映画俳優組合の結成に、 参加、1935年から1938年、第二次世界大戦後の1946年から1947年の2回にわたって代表を務めた。1946年、レーモンド・チャンドラー原作の映画、コナカの女でフィリップ・マーローを演じ、同作で映画監督としてデビューした。同作は、フランスの詩人、 映画監督のジャンコクトーラが主催するシネクラブオブジェクティフ49が1949年7月29日から8月5日にピレネーアトランティック県ビアリッツで開いた呪われた映画祭に選ばれ上映された。1950年1月30日テレビ映画シリーズロバート・モンゴメリー・プレゼンツが NBC で放映を開始する。後に 奥様は魔女の主人公、サマンサヤクで知られる次女のエリザベス・モンゴメリーは同番組で1955年にデビューしている。同番組は1957年6月24日まで続いた。1981年9月27日、ニューヨーク州ニューヨークで死去した。万77歳没。ハリウッドウォークオブフェームに映画とテレビにおける功績により、 二箇所に名を残す。ありがとうございます。